はい、どうもです。そうしましたらね、今からこちらにある枯れた水草の祭壇に常緑草刈り機で行っていきます。そうしましたらね、常緑草刈り機で、あちらにある、水草の祭壇を行っていきます。それでは作業開始。はい、どうもです。とりあえずですね、水草の、乾燥したやつを裁断しました。あとはね、雨降って地固まると申しましょうか、雨が降ってで、地面が平らになると思います。まあこんだけやっといたらまあいいでしょう。作業完了です。いかがでしょうかね。上空から見た限りでは、もうほとんど水草の影は見当たらないです。現地に行ってね、確認すれば、まあこれなんか泥かなって感じに見えんこともないんですけども、そのうち芝生が生えてきて、いい感じになります。これも今まで何度もここでやってきたことなんで、立証済みですね。